こんにちは、私たちは九州産業大学芸術学部の、立体造形専攻というところに所属しております。今回響きアウト宗像というプロジェクトに参加させていただきました。よろしくお願いします。今回ですね、私たちは宗像市の、各所に、アート作品を展示させていただく、プロジェクト3月9日今日ですねから24日日曜日まで2週間ほど、やらせていただくんですけれども、今回、ご紹介するのが、学生メインでやった宗像の大島に設置させていただいた作品の説明が主となるかと思います。大まかな概要なんですけれど、こちらは会場1が砲台跡地と関数海水浴場になっておりまして、関数海水浴場の方がですね、私たち立体造形専攻とプラス、絵画専攻と、メディア専攻芸術表現学科の、3専攻が一緒にですね参加している学生で作った作品になっていますので、そちらの方がメインの紹介になります。そして会場2の方がですね、こちらに書いてあります7箇所赤間駅からですね、こう赤間宿周辺で、7箇所ほど展示をさせていただいております。こちらもたくさんの作家さんに関わっていただいているので、ちょっと最後の方にちょろっとだけ説明させていただきます。大島ですね、世界遺産の方に登録されております島になっておりまして、その世界遺産としてのクオリティや精神性が感じられるようなアート作品を作ろうということになっています。前回12月の交流会にも参加させていただいたんですけれども、あの段階ではまだ学生主導作品のテーマとかも決まってなかったんですけど、テーマも決まって作品を作って、そして展示というところまで行きましたので、展示期間内ではあるので、まだちょっと成果報告というには足りないかもしれないんですけれど、報告させていただきたいです。最初にですね、教授や作家さんがメインで作った砲台跡地の方です。すごい綺麗な景色のところになってるんですけど、砲台跡ということで戦場との想起させるような場所になっています。平和記念の思いを喚起するような作品を教授に作っていただきました。私たちの、教授の前田教授作った鉄製の作品になるんですけど、ちょっと写真だと分かりにくいかなと思うんですけど、ここ見えますかね、ベンチがこのサイズ感です。およそ2メーター、3メーターぐらいですかねの巨大な作品になっています。砲台跡すごく緑が豊かな地なんですけれども、その自然感と、戦場を想起させるようなですね、砲台を模した形で作っていただいています。周りにこういったですね、こちらも鉄製なんですけれども、鉄製の作品を艦隊をイメージしたものや戦争を想起させるようなものになっているんですけれども、こちらも砲台跡の方に飾られています。メインですね、今回の発表の学生主導の関数海水浴場での展示となります。関数海水浴場から見えますこのちっちゃい島、鳥居もありますね。ここ、夢の佐世島というところがございますので、ここをちょっと目立たせるようにというかですね、あまりこう着色とかして作品の方に目が行くような展示にはしたくないなということで、木材をメインにして作りました。海水浴場ですので、こう流木的なそういう自然的なものという形でですね作りたいなと思いまして、こちら12月に学生からアイデアを募集して、この3作品にしようというのが決まったものです。こちらだと割り箸と接着剤とかで作られている模型なんですけど、この3作品を作ることになったんですが、こちらちょっと砂浜の上に置くには強度が危ないということで、こちらの2作品だけになりました。でこちら実際に作っている様子です。これは、大学構内でですね作っている様子なんですけれども、これ全長8メートルあります。私ですと5人分ぐらいですね、横になって5人入ります。これもなかなかサイズが分かりにくいと思うんですけど、この矢印のところ人が入れるサイズのドアなんですね。このサイズ感です。8メートルのものが、海水浴場に置かれるというものですね。学校で、パーツ分けしたものを海水浴場に運びまして、ちょっと8メートルあったのにそれでも海水浴場広いのでインパクトが足りないということでですね、上にいろいろ詰め
付け足したりとか、先ほどの模型2の方ですね、の方の作品を置いたりとかしてですね、ここにちょっとちっちゃく見えるんですけど、夢の小与島、先ほど紹介した鳥が印象的な島ですね、こちらと作品1、作品2というですね、海水浴場ですね、海水浴場を飾っております。こちらもですね、こうサイズ感分かりやすいかなと思って家の方に矢印をつけてるんですけど、だいぶ大きいです。私で入れます、この中に。で、自由に入っていただけるので、もし大島に行く機会があればですね、ここもなんか中入ってみていただいたりとかしてもらったら楽しいかなと思います。はい、学生で作ったところは以上になります。そして会場2の方に設置していた赤間宿の方ですね、こちらのアート作品の詰めなんですけれども、ちょっと全然これだけではないんですけれど、 こちらは大学教授の中西さんの作品で、あちらは大学助手の方の作品になっています。こんな風にですね、たくさん作品を置いていただいているんですけれど、こちらにも学生が置いた作品がございますので、そちらの説明をいただきたいと思います。こちら今井神社に置いてある小鹿と鹿の像、トナカイの像なんですけど、こちら作ったのが彼でちょっと説明をお願いします。これがですね、鉄の廃材を使った作品で、全部その自分でその自動車工場だったりとか鉄工所だったりとか、そこから鉄の廃材をもらってきて、で鹿を形取った作品になります。なんか神社と雰囲気も合ってて、神宿る大島にこうやって作品、まだ学生でこうやって作品飾られてとても光栄です。で他にも先ほどあった砲台跡地や、こうやって中津宮だったり海水浴場だったり、興味がある人がいたら訪れてみたら光栄です。ありがとうございます。こちらの作品と学生の作品はどちらも大島に飾られているものになります。フェリー乗り場からですね、15分ほどフェリーに乗って着く場所になっておりますので、フェリーに乗るのも楽しいですし、ぜひ訪れていただければと思います。会場2の方でですね、あまり説明ができなかったので、学生メインじゃない方もですね、こちらの QR コードを読み込んでいただくと、解説していただいている記事があるんですね。そちらの方に飛んでいただけるので、もしよろしければですね、おスマホとかで QR コード読み込んでいただいて、記事読んでいただければなと思います。ありがとうございました。